はいえー、今ですね、あの話題となっております、衆議院東京15区の、ね、補欠選挙。まあ、ここね、いろいろと話題になっている中でですね、その話題の中心の一つが、えー、翼の党根本 方でですね、はい、えー、まあ、各種妨害行為がですね、あの、翼の党によるね、あの、ま、黒川代表によるですね、各種妨害行為が特に、えー、まあ、話題となっていると思います。まあ、まずね、あの、私の考え、このぼか妨害行為それぞれについてはですね、まあ、論外だとは思います。はい。えー、ちょっとね、早速、こちら見ていただきたいと思います。えー、小木野実さんですね、大田区議会議員のですね、えー、まあ、ちょっとツイートを紹介したいと思います。動画もね、あります。 ちょっとこの後動画再生しますが、はい。えー、選挙の姿がこれが、えー、本日は午後から東京15区の補欠選挙、乙武宏忠候補の応援に、小池百合子都知事の応援中に選挙妨害で話題になっている陣営に転ばされました。いろいろと言いたいことがあったとしても、民主主義の根幹である選挙を歪めて良いはずがありません。怒りもありますが、残りの期間、しっかりとお訴えをしていきます。ということです。ちょっとこの動画を、ね、再生しますね。はい。 はい。ということで、まあ、こんな感じで、えー、ございます。はい。まあまあ、あの、なかなかですね、あの、まあ、根本候補もですね、あの、大胆にされるなと。ちょっとね、小木野稔さんもですね、あの、根本さんに結構近づいているので、まあ、この件に関してはですね、まあ、まあ、根本さんのね、あの、行為は確かに、 大問題だと思いますけど、まあ、小木野さんどうだったのかなっていうのは、まあ、ちょっと気になるところでありますけど、はい、えー、ちょっとね、本題でありますが、まあ私のね、あの、これに関する考えなんですけれど、まあそれをね、あの、端的におっしゃってる方がおられまして、えー、渡瀬優也さんですね、えー、がまあおっしゃってるので、その、まずツイートをね、紹介したいと思います。 はい、えー、こちらですかね。はい、安倍首相の暗殺事件の時にも述べましたが、昨今のチンピラ風の騒動にも鑑み、街頭演説及び選挙カーという迷惑行為を選挙だと思っている風潮を改め、主要生徒はそれらを自粛することが望まれます。えー、敬語リスク、妨害リスクを軽視し、えー、街頭で嘘800のデタラメを述べる行為を根本的に、えー、廃止すべきですということで、ま、あの、 渡私さんの,、ね、あの考え。あのまあ、私さんは、ね、あのアメリカでの,、ねあのまあ、政治関係に非常に詳しいお方でですね、まあ、アメリカだと基本的には選挙、街頭演説というのがほとんどないと聞いております。まあ、ミニ集会みたいな、ね、ところで、まあ、箱の中でまあお話しするというのが中心で、まああのまあね、安倍首相の暗、ね、殺事件もあったので、まあ、こういう。 いうふうに、ま、移行すべきではないかという考えで、私もね、あの、基本的には同じこう、あの、考えで、えー、ございます。まあ、もちろんですね、あの、結構日本の選挙のやり方がですね、まあ、定着してきているの、来たので、もう、街頭演説及び選挙家を、まあ、今すぐなくせるというわけではないですけれど、まあ、これは時代に合わせて少し移つって感じでしょうかね。はい。まあ、これはですね、まあ、 確かにその通りと思いつつ、なかなか、時代は、時代はというかね、あの、まあ、国民の意識が変わらないとというところでもありますが、私もですね、あの、なん自分自身はね、あの、そんな街頭演説、外に出たいとも思わないですけど、まあ、あの、応援依頼がね、あったら、まあ、あの、行きますので、ということではありますが、とりあえずこういう考えはね、あの、まあ、非常に重要だなと思います。はい、ということで、えー、